12日経ってから、うんうん、まあちょっと最初の段階は申し訳ないですけど企業秘密でお見せすることができないんですけども、はい、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は福岡再生医療センターにやってきました。ここは私が前回動画で脂肪を採取した動画を出したと思うんですけど、その私の脂肪の中の細胞を培養するところになります。私の細胞がどれだけ元気にたくさんたくさん増えてるかを見れるそうなので楽しみです。で、あといろんな疑問とかもこう培養さんにお話聞けるそうなので、そういったところも全てお見せしていきますのでお楽しみに。では行ってきます。じゃあ、培養士の溝渕さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあここの今目の前にあるんですけど、はい、この培養してる場所の説明をお願いしてもいいですか。はい、ここはですね、はい、福岡再生医療センターといいまして、はい、脂肪由来の幹細胞の培養をしています、はい、で患者様から眞子様のそうですけども、はい、あの脂肪を取っていただいたものを、はい、この中でクリーンの高いお部屋の中で培養させてもらっています。はい、ちなみに、はい、私の細胞は ACE ってあるじゃないですか、はいはい、上の、はいはい、あそこが保管場所っていう感じですか。そうですね、この部屋では、今10個のお部屋上下で10個あるんですけども、はいはい、あそこの中に眞子さんの部屋があります。ちなみに何番ですか。C に C に入っています。培養っていうのは、はい、あの中で保存することによってそれがただ増えていくのか、それともその培養士さんがこう何か手を加えて培養されるんですか。ですね、脂肪の中からまずいただいた脂肪の中から幹細胞を発現させるんですね、はいはい、その中に含まれているものを取り出してそれを次々あの大きな打ち手はフラスコを使っているんですけども、はい、小さいものから中くらいの、中くらいのから大きいのっていう形にどん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 増やしていく工程を行ってます。なのであの中ではフラスコが入ってるだけ。で 人で例えると体の中と同じような状況。37度、あそこ数字が見えますかね。あ、36.9度で、はい、今だいたい37度に設定してるんですけども、5っていうのが 5.0 っていうのが炭酸ガスの濃度。あと下にですね、あの見えないんですけど、なんか開けたらバットがありまして水が入ってるんですけど、そこで加湿をして人体に近い状態をあの中で人工的で作ってるって。なるほど。そこでどんどん増やしていくという工程をやってます。見られますか、ご自分の。はい、見れますか。はい、見たいです。じゃあちょっとあの中の方に連絡します。はい。じゃあ今からあれですか。C から次の、はい、C を今から開けてもらいますので。あそこに何個か入ってるんですか。あれが今眞子さんの。ちょっとこっちに持ってきてもらって、なんか液、これがあの培地といってですね、であの中に私の細胞たちがいるんですか。そうですね、ちょっと今顕微鏡で見た後に肉眼で後でこっちの手前の方に持ってきてもらいましょう、ね、見れるの。今そこのフラスコに残ってるのがあれです、モニターに映ってるやつがあの細胞の様子。幹細胞の接着細胞でですね、あのフラスコの底に、はい、張り付いてるんですよ。へえ。それでどん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 こう伸びていく。なるほど、なんかカビみたいな感じですか。すいません、イメージがなんかふわふわするっていうわけじゃなくて、ね、はいながら、はい、そうですね、あの線みたいになってるの、あれがありますかね。あれがそうです、はい、細胞1個ずつが。どうですか、私の細胞たちは元気。元気ですよ。元気ですか。元気に伸びてます。嬉しい。もう今かなりこのフラスコ自体は。たくさんに、はい、なってるので、ああやってあの毎日ですね、うん、あの様子を観察して今カメラで撮って保存して、はいはいはい、じゃ あの患者様一人ずつ全部システムで管理してますので、で、ちょっと水垢っていう言い方汚いですけど、わかりますかね。これがそうなの。そうですそうです、はい、張り付いた状態で、すごいすごい。であのシールが貼ってあるんですけど、あえて眞子様の一人ずつ全部シールで管理してすごい、ありがとうございます。今からですね、あれ今もうあのフラスコではちょっといっぱいなので、はい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 、あれを今から全部剥がすんですよ。
貼り付いてるのを全部剥がして、それをあの数かける3枚とか、あの数かける4枚とか、そのぐらいに増やしていって、そのまあ患者様それぞれあの希望のオーダー数がありますので、それまで伸ばしていくっていう作業します。すごい。どうですか、ご自身の才能見られて。なんかでもイメージと違いましたね。違います。うん、なんかなんですか、あの綿なんですか、わかります。ウイルス、なんかよくあのテレビであるウイルスとかの映像あるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのがこうあるのかなって思ってたんですけど、これをですね、今張り付いててちょっとどちらかというと細長い線状に見えたと思うんですけど、はいはいはい、今からあの全部細胞を落として剥がすんですけど、はい、剥がしたら丸い玉になります。あのそこがちょっとそうですね、コロコロコロっと転がって、すごい張り付く時にやって伸びて細長い状態になります。今からあの中に入ってるあの培地を抜いて、いい色がついてるので培地の中にですね、はい、あの患者様の血清を入れてありまして、そのまあ自家培養、あの自家の細胞、その方の細胞と、私から8本取ってました。あれかそうです。じゃあ、あれ血の色なんですか。違うんです、培地は、はい、あの赤色なんですけど、うん、血清にしますので血液を遠心かけて、はい、あの血小部分、あの黄色っぽくなる部分があるんですけど、そこを取ってその一部を毎日の中に入れてやってます。今これからは、はい、あの今から剥離剤をあのフラスコの底の弁についてる細胞を取るために剥離剤を入れて、あさっきあのそこに水垢みたいにこうついてましたよね、はいはいはい、あれを入れるとですね、あのそれが落ちてくるんですよ。あれが剥げたら、先ほどと細胞の様子が変わったところを、はい、あの見てもらいましょうかね、はい、ちょっと中に連絡してみます。確かにあれが剥がれた状態なんですよ。へえ。さっき線状にピヨーと伸びてたのがちょっと丸まって今動いてますよね。じゃあこれから私のその細胞たちが一番初め、まあ、ここに来た時くらいから、まあ、どれくらいこう増えてったかっていう記録の画像があるそうなので、それも見せてもらいながら、またなんか疑問とか質問とかをちょっと伺っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。一番初めのこの画像が届いてからいつくらいですか。そうですね、届いて、はい、12日経ってから、うんうんうん、まあちょっと最初の段階は申し訳ないですけど、企業秘密でお見せすることができないんですけども、はい、あの幹細胞、マカさん の、はい、あの脂肪組織から幹細胞を取り出して、あのうちのバイオ技術でプラスコに今巻いてる状態ですね、はいはい、まあ、あの脂肪から出来たての細胞の様子です。あの丸く見えるのが幹細胞、はい、はい、次の写真が、うん、これもあのさっき見てたの翌日、次の日であんまり伸びちゃうもんですえ、ちなみにこの伸び率は一般的な感じですか、はい、それともちょっと早いなっていう感じですか。まあ、個人差あるんですけども、はい、まあ、早い方が素晴らしい。私の細胞たち、だいたいが丸まってるのがあまりなくって、はい、こう手足が伸びたり、うんうん、ちょっと伸びてきて、さっき下で見た感じですよね、はいはい、そうですね。それから15日目でこの状態、これが、さっき下で見たあのこう張り付いてたもうみちみちの状態のやつ で、ね、はい、もうここからはまたちゃんともう一回取って、そうです、ね、はい、お部屋を広げてあげなきゃいけないよっていう部分のところですね、はい、すごいですね。くっつきすぎるとちょっと窮屈な状態になると細胞も元気がなくなっちゃうので、こういう状態まで育てていきます。一般的にはその細胞、幹細胞がこう培養されていく速さというか増える速さっていうのは年齢によって違うんですか、それとも年齢は関係なく人って感じですか。そうですね、私が今まで経験した中ではあまり年齢は関係ない気がしますね。あのご高齢の方でもすごく元気で、はい、伸びる方もいらっしゃいますし、うん、若いのにあんまり元気がないなっていう方も中にはいらっしゃいます。その元気がないなっていう時は何か
手を加えるわけではなく、もう待つのみっていう感じなんですか。あのですね、できる限りのことはするんですけども、はい、やはりちょっとあの手を加えることもありますね、うん、はい、だけどもう基本的に、まあ、患者さんからお預かりしているその脂肪からの幹細胞と、うん、ご自身からの血清だけで育てていくようにしております。じゃあ今日は本当細胞見せていただきありがとうございます。ちょっとこれからも私の細胞ちゃんたちをよろしくお願いします。はい、では今日はこんな感じで、私の細胞たちがどんな風に増えていってるのかっていうのを、まあ、どこでどういう風に増えていってるのかっていうのを見せていただきました。すごいとても貴重な体験だと思うんですけど、でもやっぱ自分の体に戻すものがどれだけ安全に扱われてるかっていうのもやっぱ見ることでなんかすごい安心感もあるし、やっぱこれからもなんか自分の中でももっともっとこう再生医療に向けてすごい前向きになれた気がします。はい、じゃあこの動画が、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Making love